はい、こんにちは。今回はコンピツというウィンドウマネージャーを使いまして、3D デスクトップとか揺れるウィンドウ、その他のアニメーション効果の実現を行っていきたいと思っています。今までもですね、ディストリビションの紹介の中で何度かコンピツの導入をしてみたんですけども、その中で一番楽だったのがマテデスクトップ環境です。今回はですね、Linux Mint Mate を使いまして、設定方法とどんなアニメーション効果ができるのか説明させていただきたいなと思っております。はい、今回はですね、コンピツというソフトを使って、3D デスクトップとか、揺れるウィンドウ、あとその他のアニメーション効果、そちらの方を出していきたいなと思っています。で、使うですね、ディストリビューションは、Linux Mint です。で、Linux Mint のマテを使おうと思っています。バージョンがですね、19.2 と、今は最新バージョン 19.3 かもしれないんですけども、ちょっと一つ前のバージョンなんですけども、おそらく設定自体は変わらないので、このバージョンで説明をさせていただきます。このコンピズを使うためには、あらかじめですね、コンピズというソフトウェアを入れていかないといけません。ところがですね、この Linux Mint を待てではですね、すでにコンピズ関係のソフトが入っています。実際に見ていきます。メニューから、ソフトウェアマネージャー。検索ボックスに、コンピズって入れてみます。はい、するとですね、コンピズ関係のソフトが、入ってるのがわかります。はい。で、なぜですね、Linux Mint Mate を使うのかと言いますと、この Mate デスクトップ環境が一番コンピズの設定が容易でしたね。今までいくつかディストリビューションを紹介する中で、コンピズの設定とかも一部説明させていただいたものがあるんですけれども、その中でも Linux Mint Mate が一番楽でした。しかも戻すのも簡単なので、今回はこの Linux Mint Mate を使わせていただきます。具体的な切り替え方法なんですけれども、メニューから、コントロールセンター、このルック&フィールの項目にデスクトップの設定というのがあります。この中でウィンドウを開いて、こちらですね、ウィンドウマネージャー、これでプルダウンで切り替えができます。一番下にコンピズと書いてありますね。こちらを選択しますと、はい、画面が何回かチカチカして、はい、これでもう切り替わりが終わっています。はい、揺れるウィンドウが初めからですね、できるようになっています。他にも、こんな感じで 3D デスクトップとか、こういう風な感じでデスクトップの切り替えができます。こんな感じの効果が簡単に得られるんですね。もちろん戻すときは、デスクトップの設定から、ウィンドウで、このプルダウンで、このマルコプラスコンポジットですかね。こちらの方を選択するだけで戻すことができます。こういうふうにですね、マテデスクトップ環境、特に Linux Mint Mate は非常に簡単にコンピズを導入することができます。はい、初期状態でもコンピズ結構面白いんですけれども、コンピズの設定いろいろといじくることができます。それがですね、メニューから、コントロールセンター、こちらにですね、ルック&フィールのところに、コンピズコンフィグセッティングマネージャーというのがありますので、こちらをクリックします。注意事項ですね。はい、OK をします。まあ、いろんな設定をすることができるんですね。はい。この中で自分がいつもやってるのがですね、アプリケーションの切り替え、標準だとですね、オルトプラスタブを押すと、こんな感じでまあ、アプリケーションの切り替えできるんですけれども、それをですね、スタティックアプリケーションスイッチャーっていうチェックを外して、リングスイッチャーにして、リングスイッチャーを開いて、で、このですね、ネクストウィンドウキー、こちらの方を、今ですね、スーパープラスタブになってますので、こちらをオルトプラスタブにして OK をします。するとですね、オルトプラスタブを押すと、こんな感じで回転するかのような感じでリングスイッチャーが、はい、起動します。こんな感じになります。それと、このコンピツのウィンドウマネージャーでは、Windows 7のように、ツールバーのところにマウスオーバーしてもですね、サムネイルが表示されません。
これを表示させる方法がですね、こちらですね。エキストラっていう項目の中のサムネイルウィンドウプレビュー。こちらの方をチェック入れます。すると、サムネイルウィンドウプレビューズの動作にはマウスポインティングポーリングのプラグインが必要ですということで、こちらの方を有効化しておきます。するとですね、マウスオーバーすることで、こんな感じで、これは今開いてるからかな。はい。こんな感じで、サムネイルのウィンドウが表示されるようになります。その他、様々なですね、アクションに応じたアニメーション効果を切り替えることができます。それがですね、このエフェクトのところのアニメーションズ、こちらをクリックして、オープンアニメーション、クローズアニメーション、ミニマイズアニメーション、アンミニマイズアニメーション、あとまあシェードアニメーションとかいろいろありますね。例えばですね、この、どれがいいかな、最大最小化がわかりやすいと思います。このミニマイズアニメーション、こちらの方ですね、今、ズームになってますね。こちらをダブルクリックして、最小時の効果、これズームになってます。これをですね、例えば、マジックランプ、こちらにして閉じるにします。するとですね、このウィンドウを最小化すると、こんな感じでなんかの魔法のランプのようなアニメーション効果を得ることができます。他にも、アンミニマイズ、最小化を解除した時ですね、こういった時も、まあ、はい、グリッド2っていうのがなってますので、これを、例えば、何でしょうかね、このドリームって。ドリームにしてみましょう。閉じる。で、まず最小化して、これを元に戻します。なんか、あ、はいはいはい、なんか夢から覚めたふにゃふにゃふにゃみたいな効果になりましたね。はい、こんな感じでですね、各、アクションに応じて、アニメーション効果を設定することもできます。その他の効果なんですけれども、ちょっとまあ意味があるかどうかは置いといて、まあこんな感じで見た目が変わりますといったものがありますので、紹介をさせていただきます。まずですね、標準で、デスクトップの、キューブ、コントロールとしながらですね、ドラッグするとですね、こんな感じで自由に、まあ、四角のキューブを動かして、デスクトップを切り替えることができます。はい。これをですね、キューブ、リフレクション&ディフォーメーションかな。こちらチェック入れますと、こんな感じで、円柱みたいな形にすることができます。はい。他にもですね、こちらの 3D Windows、こちらもチェック入れますと、ウィンドウがちょっと浮いてる感じに表示されるんですね。こんな感じの、はい、効果もあります。まあ、必要に応じてチェックは入れてみてください。まあ、必要というか、好みに応じて、こういったのを設定してみてください。はい。他にも本当に全く無駄なものもあります。例えばこの、ファイアペイント。これ、ちょっと見てみますね、中身。イニシエイトボタン、開始ボタンが、スーパー、シフト、スーパープラスボタン1ですね。はい、これが何かって言いますとですね、キーボードの、Windows ボタンと Shift ボタンと、左クリック。これをするとですね、こんな感じで、まあ、炎の効果を得ることができますけど、何の意味があるんですかね、これ。ちょっと意味がわかりません。はい。で、終了するときはですね、Shift プラス、Windows のキープラス、C ですね。アルファベットの C を押してください。Close かな。はい、これで、終えることができます。あんまりというか、全く意味がないように自分には思えるんですけれども、こういった、まあ、ものもあります。はい。はい、こんな感じでですね、いろいろと、アニメーション効果を追加することができます。自分が個人的に意味があるかなと思っているのは、まず 3D デスクトップですね。これをすることでですね、デスクトップの切り替えが分かりやすいです。どっちのデスクトップで作業しているかとか、そういった切り替えが分かりやすいので、個人的にはこちらの 3D デスクトップの効果があった方がいいかなと思っています。それとまあ、Windows 7とかではまあ当たり前なんですけれども、こういったサムネイルが表示されるものですね。この効果は必要かと思います。あとはまあ、アプリケーションの切り替えは自分のお好みで設定してみてください。各種アニメーションの効果もそうですね。全くまあ無駄な
ものもありますが、結構ですね、いろいろと細かく設定ができます。で、設定項目かなり多くて、英語の部分も多いので、ちょっと抵抗感あるかなと思われる方もいらっしゃいますが、まあ基本的な部分だけでもかなり面白い効果が得られますので、よければ試してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。コンピーズですね。まあ、有用な視覚効果、アニメーション効果もありましたし、全く無駄で何の必要性があるんだろうというものもありましたが、いろいろと試してみたら面白いかと思います。はい、今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。